杉並区の都議補選が今日告示されました。今回の都議補選は現在杉並区長の田中良氏が杉並区長選への出馬で都議を辞職したことに伴うものです。都議会は与野党の勢力が拮抗しており、与野党どちらが過半数となるのか、都議会の貴重な1議席をめぐる戦いが注目されます。共産党公認の澤田慎吾氏は25歳、反石原都政を明確に打ち出しているのは共産党だけだと強調し、震災対策や医療福祉の充実を訴えます。この防災対策の交代に自民党も民主党も賛成、反対したのは唯一共産党だけです。命を守る都政、救援復興へ全力を掲げる私澤田慎吾、都議会へ送り出してください。よろしくお願いします。民主党は反石原を掲げながらも築地市場の移転などを概ね容認していると批判する共産党。議席獲得を目指し若い新人候補に望みを託します。民主党公認でビル清掃会社社長の花形明俊氏、田中良杉並区長の後継者であることを強調し、税金の無駄をなくすため新銀行東京と築地市場の移転にノーと訴えます。田中区長と新しい杉並区、そして東京と新たな関係を築き、そしてこの杉並区東京都を発展させていきたいというふうに思っております。昨日になって国民新党が推薦を取り消す中、第一声には民主党の国会議員のほか40人近くの都議会議員が集まり支援を呼びかけました。本来であればお一人、自民党公認の小宮安里氏、石原幹事長の下で12年活動し、初の女性公募候補として立候補しました。私は電線の地中化を通じて都道の整備を目指します。人に優しいだけでなく防災にも強い街づくりができると思います。全身全霊をかけてこの戦いを勝ち抜きます。小宮氏は高齢者の目線に沿った優しい街づくりを目指したいと訴えます。石原幹事長から真新しいスニーカーを受け取り、党の期待を背負って走り出しました。有権者数は46万14人。投票日は都知事選と同じ今月10日で、期日前投票は明日から始まります。